これはいかなる組織及び公民も国家情報工作に協力しなければならない。で、国家は国家情報工作に協力した個人と組織に対して保護を与えるとされています。そうすると日本在住の中国人の方や企業にも情報収集協力義務っていうのが課されています。で、まあ、これはもしかしたら国防上の脅威となる可能性も高いと思っています。まあ、一番分かりやすい例が極超音速兵器でございますが、この極超音速兵器についてはまだ現段階では日本の対空防衛システムでは防ぐことが困難なのですが、この極超音速兵器の開発の鍵となっている技術は日本が非常に強い分野です。推進装置であったり設計であったり耐熱材料、流体力学、まあ、こういった技術で日本が本当に強みを持つ民生技術であります。で、これらの技術を支えている日本の大学や学術機関に中国科学院や国防7校といわれる学校の研究者が在籍して、帰国後に極超音速関連の研究に携わっている事例が多く確認をされています。で、まあ、そうしますと、やっぱり日本の大学研究機関では海外人材受け入れのスクリーニングがまだ、そんなに強くないと、十分だとは言えないと、いうことで、このままでは日本の先端技術が中国の武器装備品の性能向上に貢献してしまう可能性があるということで、これはもう各国共通の悩みでございます。イギリスでもフランスでもイタリアでもですね、例えば留学生を受け入れるような時、研究者を受け入れるような時、スクリーニングをしたり、治安情報機関に対する照会も行っていると、こういう状況にあります。だから海外のいろんな国がですね、中国に関して投資を引き上げるといった背景、それから人の往来ですね、こういったところにかなり神経質になっている背景には、中国によるこういう法律というものがあるということも皆さんに知っていただきたいなと思っております。